話をしよう。あれはそう、一万年とり千年前から一瞬、はあ、これなんか動画上がってたよね確か、はあ、懐かしい。はい、というわけで今日も元気にやっていきたいと思います。というわけで、もう完全にもう旬を、これね、流行り始めた時に、あ、冒頭でやろうって、わし、そう思ったんです。そう、そう、think したんです。but、しかし、それは、叶わぬ夢と消えました。ほう、もうすでに旬は過ぎ去り、さらに一周してまた旬が来るぐらいの時期にはなりましたね。ほう、皆様、いかがお過ごしですか？ほう、わしは、元気でやっています、と、思うよ。ほう、というわけで、今日もやっていきたいと思います。ってね、こう、わし、とりあえず言うことなくなると、というわけでって言うけど、わし、別にそれ素敵だと、思うよ。はぁ。ね、じゃあ、やっていくよ。怖って言っちゃったもん。ここ調べたんだっけ？もうすでにさっきやってたのに、記憶が飛ぶっていう。これなんか、ここで手錠の鍵があったんだっけ？これね、探索モードに完全にこれ入ると思います。これ、優しい高田の方だとどうなるの？この機械、何かしら？うわぁ、無知アピール出ました。見ましたか？ちょっと、世の中のちょっとすさんだ女子の皆さん見ました？きっと、この世の中すさんでしまった女子の皆さんはこう思ったんでしょうね。この女、可愛い子ぶりやがって。ええ、ワードって何ですか？わしワードって使えないんですけど、もうしょうがないな、可愛いからやってあげよう、カタカタ的な流れが嫌いな世の中のすさんだ女子の皆様、わしはあなたたちの味方です。カードです。そう、あ、女子弁は入れるんですね。はい、まあ、とりあえずね、機械音痴なのはいいけどね、なんていうのも完全にわし、暗い。え、ここ初めて？もしかしてくるの？わしね、もう、あからさまな、オープンビッチはまだありだと思うんですけど、隠れビッチ。わし、隠れビッチは、ありえないと思う。何もないみたいね。これ女子弁の秘密が若干見えた。これしかもなんかボタン見えなかった今。ちょっと温水ボタンとかって優遇されてる。ほら、ここ、これ見て、見た？ほら、これね。ほら、温水ボタンでこうやって温かいこう、用を足すことができるっていうね。これこっちは見せられない。入ってるはずないわよね。なんで入ってる空気出すの？そうやって。軽く言えばいいじゃん。あ、誰も入ってないわ。ははみたいなね。わし、これまた別ゲーでトイレで若干トラウマできちゃったからさ。あのね、あれはね、結構トラウマだよ。本当にね、もうトイレに入れなくなるって地獄だよ。わかる？夜とか、うわ、暗いよ、ここ。何か。え？何か。これあそこだね、これ。これ何の部屋なの、ここ。何もないみたいね。何もないみたいです。これ何なの？これロッカー？すごい寒さね。寒いんだ。しかもこれ空調が壊れただけでこんなになっちゃうものかしら。皆さんはここに来てもうすでにわしのこの時期おそらく2周年を達成しているでしょう。壊れちゃってるみたい。よくわかるな。わかんないとか言ってた割になんか壊れてんのはわかんのね。あらあら、まあ、それはいいんですけど、わし、多分ね、この動画上がる頃には、この動画、2周年を迎えていると、カードじゃねえよ。うん。2周年を迎えてしまったんですが、そろそろ終わりにして、ね。
終わりにしたいね。はん、頑張ろう。というわけで、わしは今日もハッスルしていますが、何気にこうくだらないおしゃべりを、している間に、もうなんか若干探索するとこ、やっぱりなくなってきた感じですか？これ、下行かないといけない感じですか？これじゃあ下行ってみる感じですか？そう、あのね、最近、アニメでと言ってもこの話しようと思いついた時はまだ8話ぐらいだったんだけど、もうすでにその終わってるんですよね。パンティー&ストッキング with ワトウェイフトワウみたいな、あれね、もうめっちゃおもろかったわ。わしガイナックスがもうガイナックス信者なんですけど、何もね、ガイナックスは面白いね。パンティー&ストッキング with ふわ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 、多分これニコニコ動画でね、あれ1話ずつあれ上がってたんですよね。実は皆さん知ってました？え知らなかった。でもお高いんでしょ？それがなんと、うわこれ初、え、なになに、うん、今壊しちゃったってことね。カタ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 とはならないけどね。わし、パソコンよく使うけど、押してカタカタカタってなったらわし泣くからね。つかない。ああ、ショック。お前、電源ボタンわかんないアピールやめろ。満足。一本満足。満足。一本満足。あれさ、この、あれさ、一本で満足しちゃう人がさ、昔は、おー、元気になったよ。元気になっちゃう人がさ、腐ってる。うん、腐ってるね。今なんか変な暗転入らなかった。わし鼻血出そうになったよ。ちょっとやめてくれる？ちょっと、やめてくれる？一本満足って言ってた人が昔、わしの胃袋は宇宙だって言ってましたからね。わしチクりますよ、そういうの。おかしくない？一本で満足できる人の胃袋は宇宙じゃないと思うよ。はぁ、あ。カッチ！何もないみたいね。なんかされてる。誰？何？え？は？お前何す？え？何されてんの？いや、お前感想を述べよ。30字以内で感想を述べ。何がいたの？何されたの？ちょっと、あ、そっか、先生だけに言ってごらん。ほら、ね、ほら、大丈夫、怖い人はもういないんだよ。ほら、ここは、あれ、右側行ってないかな。ちょっと、いやー、びっくりしたよ。もうカットするつもりでさ、もうちょっと黙るというポージングをさ、撮った途端にあれだよ。超びっくりした。ない。あー、ちょっと待って、プレイバック、やべえ、ここ初めてじゃねえ、くんの、やべえやべえ、や、やー、あれやばくね、これ銃使う、あ、やべやべ、あれこれやばくね、あ、こっち間違ってね、しかもやべやべ、あそこ調べたいんですけど、ちょっと、あ、これ隠れる、隠れよ、ええー、助
立ち止まっちゃったよ。選択肢出てたじゃん。うわ、ジャンガ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 ジャン。うわ、何その攻撃の仕方、もうずっと疑問それ。私疑問っていうキャラが昔いましたけど、それの OVA はひどいことになっていました。ちょっと待って、さっき選択できたじゃん。なんでできなくなったの。型じゃねえよ。お前開け方ちょっとなんか教えてもらってんじゃねえよ。ここはミルクと牛乳を、なんだっけそれ、忍たま乱太郎だったっけ、なんかあのなめくじ使いの男がそんなこと言ってたね。なんだっけ、なんか毒蛇鍋式にした話知ってる。うん、どうでもいいよね。ちょっと待って、これどうすんの、マジで。本当にこの銃使おう。体でね、その覚えてるでしょね、銃持ってたっけ。ショットガンがあるけど、もう、おー来たこれ。よし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 、ドヤ顔、今ちょっと一瞬こちらに見せた、ドヤーって顔。せい、うーわ、ガチだよ、消えたよ、倒しちゃったよ、やりて。あのドアビビったね。あのドア頭痛くなるぐらいビビったね、本当に。もういやー、びっくりしたわ、今年度初びっくりだわ。ここはちょっとみんな聞いて、ていうかね、わしね、そういえばさっきの部屋ね、完全にゾンビのせいで、グリーンピーマンのせいで、あの完全に出演してるけど、あれなんかあったよね、なんかあの、うん、あった、うん、そうだよね、あったよね、あのなんかあったよね、っていうあの人体もなんとか、人体模型なんとかが多分あったと思うんだよね、これ。ナイフ。これ人体もなんとかだよね。人体もなんとかですよね、あれ。これ、やめろ。何の実験をしていたのかしら。ああ、ちょっとドキドキさせる。この人体もなんとか、これさ、これ。動くなよ、動いたらマジ切れっかんな、わし。マジ地元の先輩、マジ呼んでくっから。頼む、本当に頼む。わしもうヌーベイで刷り込まれてんだよ、怖いっていうのが。もう、動くなよ、動くなよ、動くなよ。こう、動きそう。え、なに、あ、びっくりした。人体模型調べんのかと思ったよ。何もないみたいね。よ、よ、チェケラチョ。何もないのこれ、収穫なし、何もないみたいね。しつこいね、ごめんね。これは、うわ、これは、この音が嫌いだ。何の実験をしていたのかしら。人体模型、動くなよ、動くなよ、絶対動くなよ、絶対動くなよ。あ、本当に動かなかった。ちょっと動いてもよかったんじゃないかな。わしはそう思うよ。そう、ほーわーよ、はあ、ここはミルクと牛乳同じこと言ってんじゃねえかよ。でもね、そう、あのわし、こうなんか言葉のトリガーがあって、なんか聞くととりあえずなんか喋り出すっていう、この多分脳みそにシステムが組まれていて、でね、そのなんていうんですかね、あのわし実況動画とかを、自分の実況動画をこうやって見直してるときに、こう普通にこうなんかことが起こるじゃん。でことが起こったときに、わし何々かよって言うと、動画の中のわしも何々かよって同じこと言うんだよね。うん、だからあのいろいろ場面が入れ替わるゲームだと、わしはなんかこうやっていけるんだけど、こうも同じ画面が続かれてはね、反的な感じなんですね。
カッツ。しようとするとすぐこれだから。何何だから何が起こったの。もう何も出ないわよね。フラグだよそれ。何も出ないっていうか何が出たんだよ。言えよそれ。マジ怖いわ。ちょっともうほんとやめ。フルジコちゃん、はあ、なんか自分の分かんなくなったんで、あああああこれ頭痛くなるぐらいびっくりした。自分の動画を見直したら何も、マジびっくりした。自分の動画を見たら何もないみたいね。多分人体模型のところに巫女様を置いてまだ行ってないかなぐらいにしか、てかもうわしちょっとわかんなくなって困っているので、ちょっと今ショーになってみようと思います。本当にね、もういややめて。でちょっとわかんなくなりすぎたので一回データ戻してやってます。そしてこっちの道が合ってるかというのもわしの記憶的にもはや定かではございません。この道がね、もう全然覚えられない系の流れですよ。チェケよ。はっ失礼。はここはこっちで多分合ってるはず。わしね、こういう同じ道続くと本当に、ああびっくりした。ああ今年一のびっくりだわ。みこし様なんて適当に置けるだろうというわしの考えをね、目論みを完全にその見透かされていましたよね。ミスかない。ちょあちょあ、そうだ、組んだってバカだバカだ。ちょ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 、ほうほう、違う違うってば。あちょちょバザーカウサイの、あ変身、あ変身してなかった。あ使えるわけないじゃん。そうだそうだそうだ、こうこうこう、ちょおーちけ、ちょっと待って動かないと多分こいつずるいから、悪いやつだから。あれ照準合わなくないですか。ちょおっしゃい、これで武器がなくなってしまった。体力も限界。待って、これ、ショーの状態でさ、人体模型、これさ、動くんじゃないの？ナイフ。切れたナイフ。これ、人体模型、動く感じですか？これ、いや、動かないでほしいな。ここ以外もうね、いや、でも動画全部見たんだよ、もう一回。自分の、新しく撮ったやつも。ここは？調べらなくなってる。ここは？お？よっしゃ！やった、やっと済んだ！役に立つとは思えんがな。やっと済んだ！これ何？武器？武器だよね。やべえ、近接戦闘までこなせるようになった。よし。これはでかいぞ。待って、ゾンビと一回戦う、これ急所狙うときさ、これナイフでさ、これ急所を狙うときはこれどうすればいいの。これがね、さっき迷い続けて結局何もなかったデータだね。ほっかっこわら的な。これナイフずっと持ってたらさ、だって超強くない？
え、これ超強いやつでしょ。これゾンビ出てくれてもいいよ。ここはわしに任せろ。支払いは任せろ。これ敵出ないね。ちょっとナイフの威力を試したかったんだけど。まあいいや、じゃあ一回切ろう。うん、体力的にももう限界。これここにね、ここでこのタイミングでセーブすれば、これあのあれだね、あのショーでもう進めるし的な。これ多分ナイフで、うん、See you next time, bye bye!